どうも、葵です。ということで、ムジラの仮面、続きやっていくんですが、あのね、コメントもらったんですよね。あのね、なんだっけ、歌これ時の逆さ歌歌ってなかったの。コメントで歌ってませんよっていうね、コメントいただきまして。いや、ありがとうございます。いやー、戻ったら歌うっていうの癖だね。お金を預けることと、そこら辺は、ちょっと癖つけないと。でも、二日目だから、ちょっと進めて、もしかして次のダンジョンみたいなとこあるじゃない？多分あると思うんだけど、そこが多分、前回結構時間かかってるから、全部あれやるのにどれくらいかかったんだろうな。1時間くらいかかったのかな。だから入って、セーブして一旦、戻ろうかな、それか。ちょっとわかんないけどね。まあ、とにかくちょっと行こう。とにかくゴロンのお面は取れたから、いやー、失敗したね。すっかり忘れてた。本当に忘れてた。いや、教えてくれた方、本当ありがとうございます。さあ、ということで、勇者たまの墓の下に温泉の湯が、あ、そっか、お墓か、そっか、お湯か。これで溶か、あ、そっか、溶かすのか。よし、これでさ、ガラスは割れないの？これでガラスは割れないの？じゃあ、俺が作った墓は一体誰？もしかして、なんかあったから生き返った頃か。あ、墓の下、墓の下っつってんな。パンチ。丸まりは？あ、できないね。これま、なんか、あれ？これで割れるんじゃないんだ。あ、危ない危ない、またまた、ほほほほ、ちょ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 、危ないぞこれ。ちょ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 、またちょ、またちょ、またまた、なんだ、あ、これで割るんじゃないんだ。あれはこれじゃ割れないの？お墓の下に、これどうすんだろう。いや、まあいいわ別に。これなんだろう、多分読まない。これはなんかあるんじゃないの？パンチ丸まって、まだ見ないで、見なくていい。丸まって、ドン？これじゃない？あ、場所が違うかな？場所が違うのかな？あ、これ結構ど、あ、ずーっとこれで移動できるんだね。めちゃんこ早いんだけど。あ、移動には最適なんじゃない？これ。もしかして、あ、最速なんじゃないかな？違うのかな？あれな、どうすんだこれ。どうすんだろうこれ。後ろから突き立たす。あ、あ、なんか違うな。こう摩擦で、あ、待て、後ろなんかちょっと引きずってる傷があんのかなこれ。あ、掴んだ。あ、下がった。これか、これでいいのか。おお、溢れてきた。なるほど、これ何のためにこれここに、はお、これどうすんだろう。お湯になった。これで溶かせってことなのかな。あれどうすんだろうこれ。ちょっと見てみようか。あれ、人間戻るのかな。え、これで外出たらなんかもう凍ってんのが全部いけてるってことかな。あー違う、雪、あれ、あれ、はかねちゃん、温泉の湯があったら兄弟の交流溶かしてあげれるのに。わからん。そう、なんだ、瓶か、また瓶か。そうだ、コメントで教えてもらったんだよね。あのね、瓶は結構そこそこ使うぜって言ってたから瓶。あっ、おお、そういうことか。もうフルに使うっていくのかこれ。これを持って溶かすってこと？溶かせるとこどこだっけ？これを？これか、お前か。お湯？これで溶かすの？溶けんの？おお、溶けた。このちょっと簡単な謎解き的みたいなやつ、これができるとこうなんかこう気持ちいいよね。兄弟大丈夫ごろ？凍っちまった おめえをこの人が助けた。凍っていたオイラが、それか、誰だか知らねえがすまねえごろ。それよりダルマーニさんが生きていたんだ、さっきのやつが。何ですと？オラもし、あ、さっきの。あ、かぶったからね。
ちょっとねそういう風に見えてるってことね。それが本当のあの五郎の里にも希望の光に見えてきたよ。そうだ五郎、ダルマン様からきっとスノーヘッドから吹く吹雪をなんとかして、スノーヘッドからこれだけでいいってことかな。一応あれ持っていこうか、もう一回ぐらい持ってっとこうか。なんかになんだっけな、なんかさ、そういえばさ町の近所にさなんか凍ってたジジイなかった、なんかじいさんみたいな、なんか凍ってたじいさんいたよね。あれちげえのかな。ちょっとこれまあいいか、ちょっと凍ってた変なじいさんにかけるのかで、おおどっこいしょ、よし、あれなのかな、なんかいたよね、そういえば一人いたと思うんだけどな。これ違ったっけな、ちょっとさこれさちょっとやばい、ちょっと少しなんかマジックポイント的なものがちょっと少しあれだね。あ、ないな、爆発しなくて、あ、まさかこれ、おお爆弾いらなくなった、あ、やばい、強いのかな、パンチパンチ、強い強い強いのかな、これ強いのかな、ヒップドロップするんだけど、あ、いたいたいた、なんかモンハンにこういうヒップドロップしてくるやついるよね。おお強え強え強え、パンチ強え、これさ丸まってどんどんいけんじゃないの、あ、いいね、おおすごいすごい、これこいつもしかして何気に超便利なねんじゃねえの、おら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 、この野郎あ超便利じゃん、あすげえ、あ泉の水になってしまったって出てるね、ああれもしかしてダメってこと、ちょっと少し遊びすぎた、遊びすぎちゃった、あらじいさんごめん、水になっちゃったって、あれ冷めたのかななんだダメだった、やばい、そっか遊んでる暇ないのか、もっと急いで来いってこと、じゃあごめんちょっともう一回行ってくる、じゃあこのパンチ強えとかはしゃいでる場合じゃねえよってちょっともう一回行こう、もう一回テグナットここちょっとでジャーンプしてちょっと急げ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 急ぐんだ急ぐんだ、リンクリンク、よしでここにテグナットチェンジからのこのローリングローリングな、でここでよし急げ急げ急げ、これをこれが早いらしいぜ、これが早いんだってローリングが間に合うか間に合うか、それかゴロンの方が早いのかもしれない、もしかしたらね、あのくるくる回るやつでここのじいさんにこうかけると、よし、あ、なんだ B はこのまま使えるのか、おお溶けた溶けた、よしじいさんじいさんなんだお前は、わし何してた頃だって、もうこんな時間頃、そこをどこご話の後にする頃、あれえどういうこっちゃ、何をそんなに急ぐかって、スノーヘッドに異変による山里一帯の異常寒冷気象、これか、それに伴う物資の不足とゴロン山の加速、おえ、そして何よりも寒さに凍え泣き続ける我が息子の、え、なんかん子供泣いてるの、わしの長老としてこの里の陳腐を何とかしなならんのか、これはわしらゴロンの問題だ、よそ者が借りちゃいけねえ、ひーだって、じいさんどこにどういうこっちゃ、ゴロになれってこと、ゴロになれってこと、大丈夫かじいさん、ん、おお、お前はだるまやあな、みんな騙されて死んだはず、わしを幻覚見ると、それにスノーヘッドの魔力の仕業なのかゴロ、舐められたもんだゴロ、しょうがない無駄なことゴロ、わしはそんなことでは昼間ゴロ、スノーヘッドに回復しゴロの里、そして愛する息子を、ま、息子っつってんな、分かった、とっとの消え失せろだって、なんかあら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 、止まんねえな、でもこれちょ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 やばい、ちょっとやばいなこれこれさ息子がっつってんの、あそこの氷もあれはミニゲームかな、あれはなんだろう、ミニゲームかな、これミニゲームだよね大概ね、ああちょっと激しすぎるだろ、あ、登れる、あ、これ登れんじゃん、あ、すごい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 、なんちゅう画期的な、でもちょっとうざいな、この
スノーなんだっけこれ、まあいいや、そういうこいつはいいわ。あ、登れんだね、おもしすげえなこれ。なんかさ、一つ一つにやっぱ意味があるんだね。いやー面白い面白い。んで、ゴロンの里の愛する息子ってなんだろう。なんか息子がなんだかんだら言ってたね。で、ここら辺の下に入り口があるじゃん。なんかどっかドーンってやったらなんかなるんじゃなかったっけ、違ったっけ。なんか、ああれ、あっちにハテナがある、あれもあるな。ここら辺で、あ、いた、あ、いたいたいた。ここに入ればいいのかな、ちょっとわかんねえな。ちょっと待って、ちょっと待って、あ、セーブポイントがある、セーブしよう、セーブ、ちょセーブし、オッケーオッケーオッケー。ちょ、中入る入る、急げ急げ急げ。ここ何なんだろうね、これね。ここが、ちょっとわかんねえな。あ、あったあったあった。ゴロンの祠だって。ほう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 。なんか、あ、泣いてる。これが息子ってこと？そういうことかな？これで言っていいのかな？まあ、いっかいっか。おっとっと、はい。誰も生きてた頃、長老はお前が死んだって言ってたけど、あれオスだった頃か。まあ、そのことはどうでもいい。それより、おめえあの鳴き声に聞く覚えがある頃、長老の息子か、さっきの息子か、これが。ほい。うわ、おめえ死んだはずの、分かった、その、まあ、それびっくりするか。死んだと思ってから。この前じゃ、ほら、本当に動くしなっちゃ、何どういうこと。この店は寒、この寒さ、忍ぶから入りにくく、ちょっと高いからやめた方がいい頃だって。なんかお店があんの、こんなか。ぼったくりバー的な感じ、なんかいる。あれ、いらっしゃい。これは高いの安いのかわかんねえな。赤い薬、疲れた時に、ああ回復して、ああそう、回復するアイテム一個持ってねえな俺。ちょっと待って待って待って、これなんだっけ。この人間に戻ろう。ちょっと待って、よし、戻ってこれ何もないね。あれ、この色ってあ意味ねえんだ。まあいいか。その子供が泣き止むかどうこっつってっけど、どういうこっちゃ、どういうこっちゃ。子供を泣き止ませるってこと？よし、ちょっとお金ちょうだい。あれどこだろう？子供ってどこにいんの？どこ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 ？なんかさっき上のアングルあったっけ？ん？どこだどこだ？ちょっとわかんねえ。あ、ここ、あ、松明燃やしたらいいのかな？あ、3つぐらいあるよ。よし。燃やすアイテムがない。火をつけれるアイテム持ってないよね。ちょっと上行ってみよう。なんだなんだ、ここなんかよくわかんないね、やばい。ん、みんな頭抱えてんな。ここ上乗れんのかな。ゴロンで吹っ飛んでいくんじゃねえ、あれ違うかな。何これ。ここは俺たちゴロンくん長老の部屋だろ。長老何か言おうか。あいにく長老さっきか、長老がいないのでなんかを泣き止まないって言ってんね。あ、ここか。うわ、頭にも響くゴロンだって。要はこれをどうにかしろってこと。参ったゴロ、スノーヘッドに出かけたきり。あ、ってことはあのじいさんとこ行けっちゅうことか。これじいさんとこに行けば、これかこれか、この子供を泣き止ませろってこと。これでいいのか。ちょっとあれだな。ってことはもう一回さっきのじいさんとこに行って、あのゆっくり走ってくるじいさんを持ってこいってこと。ちょっとここさ、ちょっと待って、まるまり飛べないのこれ。お、いた。ちょっと待って、あ、なんか割った、なんか割ったよね今ね。あれなんかあんじゃねえの、割っちゃったけど、あれなんもないのかな。なんか絶対あるよね、ないかな。ちょっともう一回だけやらして、ごめん、もう一回だけ。ごめん、もう一回やらして。ゼルダ面白いからなんか他のことやりたくなっちゃうんだ。これちょっと、これなんだろう、飛んでなかった、もう一回飛べってことかな。全部は無理じゃない。でも、え、違うのか、真ん中に乗るのかな。え、違うの、斜めは無理だよね、斜めに飛んでいけってこと、もしかして。ちょっともう一回丸まって OK、 これか。ちょ、またよっ、あれ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 、これなんかどうやって言うんだっけ、どうやって走ったっけ、さっきブレスドンだろ、ブレスドンだろ、これでいけんの、ドン。
あれ止まるんだけど、あれなんで行かないのこれ、あれあれあれ、なんで行かないのこれ、あ、いいのか、ダメだなあれあれ違うのかな、意味ないのかな、あれ意味ないのかな、もういっか、もういいや、じいさん行こう、ちょっとじいさんとこ行こう、じいさんとこ、あれなんか思ってたんと違ったな、おかしいな、今またあれ、最後の朝、最後の朝、これ一回戻った方がいいかな、ね、一回戻ろうかな、ピッパパッパー、これは戻った方が、あいつこいつの上にさ、あのハートのかけらがあるから、テイクナッツ、前とこんなところで、あ、そうか、テイクナッツで合ってた、そうか、ボム売ってるんだけど、ほんとは地元に戻ってくし、あ、でも地元の商売の人はそれなりの水準通さないと店が持てないって分かるかい、またか、また竜の涙持ってこいってこと、またこいつ大活躍だなあれ、あ、また来た来た来た、事件の噂、ここしかないもんね、だってね、地元に帰るってことはジャンダンあれなのかな、あの都会でやってる権利書もらってどん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 一人ずつ、あのほらばあさんとこあったじゃん、あ、ばあさんとこ、あのクルージングのばあさんとこ、そういえばあれだったな、写真コンテスト終わってなかったな、そういえば写真コンテストあったよね、そういえばばあさんとこ、わあ、なんかいっぱい、なんか思えば遠くへ来たもんだじゃねえそういえばいっぱいあったな、そういえばやってないのいっぱいあるな、これミニゲームさ、コメントもらってさ、なんかさ、メインストーリーと、なんかそこ考えないでゼルダはやった方がいいですよって言ってたから、メインストーリーとかサブとか、ちょっとあれだな、ちょっとばあさんのクルージングもちょっと少し、ここ少し落ち着いたら一回行こっか、行くしかないもんね、なんかあるかもしれない、多分ね、アイテムとかもらえるんじゃないかなと思うのも、ハートのかけら的なやつとかで、まずはあれ、まだじいさんいんのかな、あのじいさん、あれ帰って、あ、来てる、来てない、あれあれ長老いない、あれあれじいさんいなくなったよ、あれあれじいさんいなくなっちゃったけど、どこ行ったの、あのじいさん、あれじいさんいなくなったよ、あれ溶かしたんだよ、あ、さっき溶かしたじいさんだよね、ジャンプ、よし、オッケー、一回止まりゃいいんだよな、ちゃんとね、ちゃんと止まればいいのよ、そう、連続で行こう行こうとするからダメなんだけど行くっていう待って、ストップストップ、ダメ、ちょ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 、止まれ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 、ちゃんとね、読んでね、葵さんちゃんとね、読めって言われてるからね、あれどうやって読ん、あそこのハートのかけらってどうやって取りに行けんだろうな、あれ、神殿、神殿守りの大五郎の行方もご存知の方、五郎なんか書いてある、神殿だってスノーヘッドだから、ここがスノーヘッドか、ほいほいほい、入っちゃった、あ、このまま入っていいのかな、それ長老はどこにいるんだ、長老、長老がいないよ、あれ長老がいない、チェック、無理に行くと谷底に落ちますだって、いや、それいいんだけど、何あれ、吹雪で 何かいれば、あんたには見えないの、吹雪の中に何かいるって言ってんだ、これか、あ、何かいる、何かおる、何かおる、何かおる、でっけえのがわ、やばいやばい、何かでっかいのがいる、でっかいのが、いけないの、いけ、あー、降りるな、無理だな、あれ、ちょ、無理、こんな風に絶対、向こうにいるあいつのせいよ、で、あんた見えないの、とにかくあいつを何とかする方法を探さないと、無理だよね、次はここってことなのか、スノーなんとかってとこなのか、じいさんをさ、ちょっとじいさんをもう一回探さないと、あれじいさんどこいいんだこれ、いやーマジわからん、どうなんだろう、昼と夜どっか歩いてどっか行っちゃってたってことかな、ここに、あ、待った、他よりでかっ、あれあれ、こんな雪玉あったっけ最初、おお、マジかよ、またジジイ凍ってたのかよまたジジイ凍ってたのかよ、もうマジかよ、でこれは持った持ってこいってこと、じゃあお湯を、
ジジもう時間ねえんだ俺に。もうマジかよ。取ってこいってことね。なるほどね。いやなるほど。あれなんで溶かしたのにまたこういう凍って、しかも雪の中に生まれてんだけど。ちょっといいや、ちょっと行ってくるよ。もう一回お湯取ってこいってことね。ここ結構時間かかったな、探すのに。よし、戻ってきたよ、戻ってきたよ。さあこのままこのままぐるゴロンゴロンしながら行くよ。おお、またおや、あれジジイジジイ、また雪だるまなってし。マジかよ。でこれ戻った方がいいのかな、戻るのかな、戻らなくてもいいのか。いいよ、もう仕方ない。じいさん、じいさん、ちょっと、はい、じいさんさ。溶ける、溶けた溶けた、じいさん頼むよ。なんで毎回雪だるまになるんだよ。わし何してた頃、もうこんな時間頃、そこをどこから話しないの。あとちょまた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 、ゴロンか、ゴロンにならなきゃダメなのか。オッケー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 。で話して、いつまでつかもな、わしは行かねばならん頃。もう何、息子の足が怖いか。そうそうそう、あ、よかった、また間違ってるのかと思って今ドキドキした。すっげードキドキした。編集ではカットしてるけど結構行ったり来たりで結構大変だった。どうしてそのことを、息子が、そうそう、あんたが帰ってりゃいいんだ。どうすんだ、どうしたらいいの、運ぶのか、なんだなんだ、おんぶしていくのか。だるまに、お前は亡霊でも幻覚でももうどうでもいい頃、泣いてる息子を哀れと思うなら、今からは、うん、わしが太鼓で奏でる曲か、歌か、歌か、泣き止ますってことか、オカリナか。よく聞かせ、あのメロディーだごろ。なんだなんだなんだ、実はそんなんでどこに行く。LY あれ声が違うか。もう一度いくぞ。え ?LYZ あ、出て、X LYX? なんどういうことだよ、じいさん頼むよ。じいさん探すのにも結構かかったんだから、じいさん、とりあえず出だしだけでも。え、なになに、LYX でいいの、 LYX でいいってこと、出だしだけってこと。はい、ちょっと待って、また LYX ってこと、これでいいの、これでいけるのか、これでいいの、半分だけ。どうすんだよ、半分、あと半分を、じいさん。どうすんの、え、なに、なに、これまたどっか行くの、スノーヘッドってとこに行って歌を持ってこいってこと。父の思いをこもって安らげのメロディ、とにかくあとはどういうこと、半分だけでいけんの、どういうこと、頼むぜじいさん、じいさん頼むぜ、よし、ドーン、あたたたたたたた、おお、半分だけでいけんのかな、じいさん頼むぜ。じいさん、もうじいさん、しか、下降りて、あ、これ、あ、しまった、下に降りてドンしてもいけんのかな、これ上の、上だけってことかな。あ、開いた開いた開いた、目の前でも開くのね。どうしよう、半分、もしかしてあそこの山に先に行くのかな。あ、泣いてる泣いてる、どうすんだろう、もういいよ、とにかくちょっとかこの半分だけの歌を届けてみる、それから先考えようか。やっぱこれさ、もうさ時間がないから、これ一回一位に戻んなきゃダメだね、ちょっと、あ、初日に、ほい、ひくひく、父ちゃんこれを歌を歌うってこと、オッケーで、さっきの歌、太鼓ね、どれだったっけ、これか、半分だけ、LYX、 これでいけんのかな、半分だけしかねえんだけど、どうなるどうなるどうなるんだこれ。おっと、今日いつも父ちゃんが寝る前に叩いてくれた曲、俺は続き歌う頃、あ、おお、おお、お、覚えてたって、どういうこと、いけんのかな、これでいけんのかな、いけるの、
もう一回、分かった。LYXLYX の YL。単純だったな。適当に引いてればいつかは完成したかもしれない。どうな、で終わりか？これでいけんのか？なんか感動するシーンなのかなこれ。あ、じいさん出てきた。じいさん、じいさんよぼよぼだし、もうあれさ、ちょっと連れ帰った方がいいんじゃねえかあれ。まあ雪だるまにすぐなんだけど、あれ思い出した？これで泣き止むってこと？わからん、こっから先が。てかこのままこれが終わったらスノーヘッドに行けばいいんだもんね、とにかくね。で入り口のこれを終わって、これヒントもらえるのかな。ふわ、父ちゃんがそばにいるみたい。あ、寝た。あ、寝ちゃった。これで OK ってことだ。なるほど、これをあのじいさんに伝えに行けばいいのかな。 OK になりましたよ的な感じかな。まあいっか、とにかくじいさんにもう一回行くか、その スノーヘッドに行けってことね。長老の向こう線を抜けたけど団長でどんに書き込んだと。ほい、半分だけのこもりでからゴロンのララバイになった。聞いていると気持ちが落ち着き、まぶたがこもりこもり歌ってことは、何かあった時にこれ寝かせってことか。あ、みんな寝とる。あ、みんな寝てる。あ、火がついた。あ、火ついたよ。これでいいってこと？あ、みんな寝ちゃった。こっちもみんな寝てんのかな。斜め、よーこしょ、そっちは無理だ。で、ちょっと待った。で、本当はこのまま進めていきたいんだけども、ちょっとね、僕がちょっとこのね、探したりするのに結構時間かかったりとか、あのね、歌をね、歌ってなかったんだ、時間遅くするやつを。なのでここで一旦セーブして初日戻ります。で、まあ初日戻ってここまで戻ってここまで戻ってくるんで、まあその間はちょっと動画にしないですけど、まあ次の動画は初日からもう一回ここまで戻ってきてからちょっと動画撮りたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ応援のグッドクリックお願いします。ということでバイバイ。ご視聴ありがとうございました。葵のゲーム実況チャンネルにまだチャンネル登録されてない方はチャンネル登録よろしくお願いします。スマートフォン、タブレットなどでご覧の方は画面の下からチャンネル登録よろしくお願いします。